ダニエル・ギブソンはアメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身の元バスケットボール選手。NBA のクリーブランド・キャバリアーズで活躍。ポジションはポイントガード。188センチメートル、86キログラム。相性はボービエ。大学はテキサス大学でプレー。2年生の時にはビッグ12カンファレンスのサードチームに選出されている。3年生には進学せず。 2006年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし、クリーブランドキャバリアーズから2巡目42位の指名を受けた。ルーキーシーズンとなった2006から2007シーズン、ドラフト開指名者のギブソンはシーズン中にはさほどプレイタイムを与えられず、1試合平均4.6得点1.2アシスト1.5リバウンドと平凡な数字に終わったが、プレーオフでは一変。 チーム史上初の NBA ファイナル進出をかけたデトロイトピストンズとのカンファレンスファイナルシリーズでは勝負どころで次々とシュートを決める強心臓ぶりを発揮。シリーズ中に大出世を遂げたギブソンは6試合中3試合で2桁得点を記録し、特に最終第6戦では5本全てのスリーポイントを成功させ、チームハイとなる31得点を稼ぎ出し、チームをファイナルに導いた。 ファイナルの大舞台でもルーキーの怖いもの知らずは続き、1戦目2戦目はチームで2番目の得点を挙げ、3戦目からは故障を抱えたラリー・ヒューズに代わって先発に起用された。翌07から08シーズンにはオールスターのルーキーチャレンジに出場する。この試合で彼が放ったシュートはすべてスリーポイントシュートで20本のうち11本を沈め、 ルーキーチャレンジの最多記録を更新した。33得点の活躍でソフォモアチームを勝利に導き、ルーキーチャレンジの MVP に選ばれた。オフシーズンには、キャブスト5年2080万ドルで再契約に合意、2013年までキャバリアーズ一筋でプレーした。レブロン・ジェームズにマークが集中し、フリーになり3ポイントシュートを連発というのが得意技。そのため、 レブロンからも熱い信頼を得ている。規定数に達しなかったため目立たなかったが、実はルーキーシーズン怪我をするまでは 3P 成功率3位だった。2年目の2007から2008シーズンも、そのシュートタッチはさらに向上し、成功率4位という成績を残した。ありがとうございます。